今日はエターナル使うけど久しぶりだな。久々だな。エターナルの帰還だよ。俺がやります。いやマジで久しぶりだわ。地獄へ送ってやろう。ラウンド1。強キャラの中じゃ最弱候補だけどかなり使ってる方では。うん、あ、いい。あー、マジか。どうしよっかな。うん、さーて、はい、M 室で来る。じゃんけん勝てねー。はい、ふっ、あー、いってー。さあ、飛んでる。あぶねー。ふっ、ことごとくじゃんけんに勝てねー。あー、嫌なところで。あー、当たっちまった。やべ、ゲージねえぞ。ほら、ゲージねえ。ほんとだ。ほら、ゲージねえ。いや、これはもうこっち行って。これは取れるだろう。いやー、ですよね。火力だけはね。火一だから。火一、火力だけはな。あ、うね。これは受ける。ここはこっちで取って、まだね、さあ、最低火力のコンボで5割だからね。いやー、なかなか。お前、ロマンの塊だから。間違いない。あ、いやー、危ない。いやー、どう、いやー、でもね、暗いスキルのも良くねえよな。で、まあ、それで行って、行って、行ってよー。あー、やばい。いやー、これ行ったな。はい、あー、間に合わないかー、投げ。火力高い。相変わらず早い。うわー、このまま飛ばして。うーん、もう相手の体力が。はい、あー、投げ。はい、危ね。あんまり張り付きすぎるのも良くない。ここ。あー、それは強い。やん。今の負けんの？謎。すげー判定してた。謎判定すぎるだろそれは。まあいいや、もう1ラウンドね、遊べるから。そうだ、完走したら5割だよ。マジで。よろしくない。はい、インスタントチャージが使いにくいんだな。あ、弱点の一つだ。あ、いって、やーって。あー、間に合え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 。やば。あー、空飛んだのがバカだった。ここが消えるなら明日が。あっけねえな。あがき続ける。はい、いつもの、はい、後半あきと、後半あきと。これもなんかちょっと懐かしいね。昔なんかやったよね。あー、なんかやってたっけかな。何やったんだ。金色のスタックビートルとかなんかその話してた気がする。なんか10割コン決めたんじゃなかったっけ。あー。で、ショートにもしたんだったっけ。確かね。随分と長いことやってっからな。もうゲージマックスだ。ここで飛ばす。いや、これはなる。いって。さあ、通るよ。よいしょ。通るよ。ギリギリ。あー、やっばいよ。さあ、あとは何のコンボが通っても勝ち。コンボが通れば勝ち。コンボじゃなくてもね、ちまちま削れていく可能性の方があるからね。痛いね。危ね。ふぅ、しっかり。いや、でもあと投げ通れば勝ちでしょ。はい。いやー、いけるな。ゲージいっぱい、ゲージいっぱい嬉しい。ゲージ溜めなくていいから。はい、はい、はい。痛いねー。よいしょ。大したことない。はい。できるだけ追い込んでおきたかったよー。あ、久しぶりだ。
ミキさんも黙っちゃってたもんね。あってなったもんね。フリーズしたわ今。大チャンス到来って思ったもん。いやーマジかいやさすが生き残ってくんねえよな。死ぬ無理だと思うよ多分。これね、生き残ったところでっていう感じもあるしな。確かに。惜しかったね。シャイニングになるチャンスあったんだよね。あったんだけどね、使っちゃったからな。うん、マジ久しぶりに見たわ。いや間違いない。コンボ動画作ってる時以来かもしれん。ずっと使ってないからね。エターナルはね、マジキャラが強いんじゃなくて、もうな最低コンボで5割いくから。相手ビビらすのがクソ楽しいキャラだから。相手がビビってくれるのが超楽しいから。やったことない人はね、どうせ振り遅いしみたいな、大したことねえってなるんだけど、一回でもねあれを食らうともうね、そう脳から消えないから。消えない、インパクトがもう強すぎて。あーいって今の誘い込まれたな。はい、いってー。おい別にね、コンボしなくても一発一発がでけえからね。もうでも俺今日はもう10割できたから満足。やれい。だからといって別に勝ちは譲らないけど。しゃあ。さあ、このガークラ。さあ人は勝てそうな時が一番弱いんすよ。あぶね。いやいってー。人は勝てそうな時が一番弱いんすよ。いやー終わっちゃう。終わったな。バツねーなー。弱えんだけどね。